老男性のおしゃべりモザイク。絶対笑顔でまだまだいっぱい夢見よう。ペタルの皆さん、ヘイヨー。今日は最後に重大なお知らせがあるよ。老男性の西アスカです。ペタルの皆さん、ハロー。さっきのタイトルコールすっごい汚いやつがいたんだけど誰だ。老男性の内山由美です。ペタルの皆さん、ハロー。それは西ちゃんです。そして私は老男性の田中真奈美です。まなみすぐバラすおしゃべりモザイクすごかったね。びっくりした。はい、というわけで、うん、今日は番組初の4人会。あれ、4人。じゃあさっきの汚い声はもしかして。そうだよ、4人目の私じゃないから。私間違えたの、うん、4人目のね、なんかもう一人いるから、うん、なんだ。じゃあちょっと早速紹介しちゃいましょうか。そうしましょうかね、うん、では、今回のメンバー最後の一人に私たちと同じように挨拶をしてもらいましょう。お願いします。ペタルの皆さん、ハヌーフライングドッグの宣伝プロモーターの山下です。今日はよろしくお願いします。でもとても気持ち悪かった。いやでもここまでスタッフで再現してくださるなんて。そうですよ、そうですよ、ありがたやですよ。というわけでですね、今回はパーソナリティの一人として、はい、フライングドッグの山下さんが登場してくれました。やいよ、出ましたね。ローダーさんの父、お父さん、お父ちゃん、お父ちゃん、食べるね。嬉しいです、ね。はい、今回ね、うん、あの山下さんと一緒にラジオをやるって聞いた時に、うん、私たちどう思いました。私たち、うん、私たちはもう嬉しいの限りですよ、本当に。あ、そうだよね。だってお父さんがね、うん、そう、ローダンセっていう名前つけてくださったの山下さんだから、うん、あ、そうなの。今もう何年経ってんの。待って待って、2、3年ぐらいの時を経て名付け親って山下さんだったの。そうですよ。一応ね、マジか。名付け親ですから。何、今までなんか美味しいもの買ってくれるからお父さんですか。おいおい、それもある。まあ確かにすごくいいパパだよね。うん、優しい、優しい。あ、そうなんだ。はい、で山下さんは、うん、私たちと一緒にラジオやるとこう、はい、くじで決まってどう思いました。いや、なんか責任取んなきゃなと思った。なんだろう、どういうことですか。お父さんだ。真面目だ。まあそこはくじ引きだからね。まあまあまあね、はい、ガチですから。それはもう、はい、断ってはいけないもん。いやでも山下さんはね、いつも私たち老男性のね、ライブとかでもこうやって前説というかね、うん、お話ししてくださってるから、そう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 、もう何の心配もないと言いますか。そうだね、もうみんなもうなんか、はいはい、あの山下さんかみたいな ね、きっと皆さん思ってるんじゃないですか。はい、ね、だしね、私たちと一緒にラジオやるってなったから、はい、まあ、今日ブースに入る前にね、うん、チキ買ってくれたりとかね。すごいいい人なの。ピーでしょ。ピーチキ、ピーチキね、ピーチキ、ピーチキ、ピーチキ。すごくちっちゃくなりなくて。美味しかった、ピーチキ。美味しかったね。そうなんですよ。はい、なのでまあこのね、今回は山下さんを加えてですね、はい、はい、4人でお届けしていくんですけれども、うん、まあこの黄色モザイクの方のお話もちょっとしたいんですけど。そう。なんと。するの、ねえねえ、するの。まなみ、現実を受け入れなさい。いやいや。学び現実見れへん。あちゃも嫌や。おいおいおい、現実見なさいって今言ったばっかりでしょ。いやいや、いや分かりますよ、その気持ちは。誰もがね、現実逃避したい。でもね、もう放送は終わっちゃったんだよ。ちょっとノイズ、ノイズ、ノイズ、聞こえない、ノイズ。そうなんですよ、本当あっという間だったんですけどね。6月終わるんだね。老男性我らさ、一気にテンション下がる。あの声ちっちゃいと、 2ヶ月ぐらい前から最終回とかっていうワードが出るとこんなテンションになるよね、うん、もう誰もがでもね、うん、みんなやっぱり終わりたくないって思いでやってましたからね、うん、みんな目が死んで、え、13話があるから、ん、何言ってんの、え、最終、え、もうね、みんな末期です。本当に来てます。監督も末期だった。なんかあの最終回で花束渡される時に、じゃあ次3期でよろしくねみたいな。本当に決まっちゃったのかと思って。監督がそんなこと言ったらもうみんな信じちゃうからね。そうですよ。なのでまあそんなね、アニメの話もまあしながらですね、うん、はい、今日は山下さんと一緒にお送りしていきたいと思いますので、はい、最後までね、だって冒頭に言ったように、うん、最後にどうやらすごい大発表が
あるということなんで、そうだね、ぜひ最後まで聞いてください。じゃあ山下さんも一緒に言ってください、はい、せーの、老男性のおしゃべりモザイクスタート。西飛鳥です。それではここで一曲聴いていただきましょう。 Hello キーメマザイクのオープニングテーマ曲です。ローダンセで夢色バレルドフン。あれなんかみんなまで歌ってたよね。みんなが歌い出すのと同時に私の声をかぶせていく。イントロのところでね、そう、必ずスタッフさんがこうカウントをね出してくれるのに合図を合図も何もないままもういきなり喋り出したからガン無視で。そう、あの本当はね、あの私たちゆめちゃんと西ちゃんと、私と3人で、ローダンセ出て西ちゃんが言ってくれた後に夢色パレードっていうはずが、もう動揺しすぎてもう誰もそうそう、皆さんこんばんは、西飛鳥です。私がみんながざわってしてるから、それなるわ。私もあ、間違えたって思ったから全部最後までやった。だってさ、そもそも10秒しかないって言われてるのに、うん、すげえ結構意外に時間ない中で自己紹介始めた。すげえ余裕と思って聞いてたの。でもあれだもんね、うん、この曲はもう皆さんね、何度も何度も繰り返し聞いてくださってること大前提ですから。いいと思う、ええ、うん、そうですよ、そういうね、うん、そうそう、ペテロの皆さんのね、うん、もう思いが分かっているっていう前提ですからね、うんうん、よかった、よかった、よかった、うん、そもそもね、うん、曲紹介が難しいんだよね、なかなかやる機会ないですからね、うん、確かにね、軽くクレーム入れるやり方にクレームを入れるっていう。あの毎回動揺するからね、ここでね、山下さんだってやったら分かりますよ。今日やってもらいます。そうです、そうそうそう、やってもらいますからね。そうですよ、そう、いつもね、こう私たちがブースで喋っている外から山下さんが見守ってくれてたけど、うんうんうん、今日はいいことに、うん、そう、あの前回、あの前回というか、うん、あの以前佐藤さんがね、うん、クライムドッグの佐藤さんが来てくださった時も同じように曲紹介をしてくださって、うん、その時はすごかったよね。聞いたよ、完璧だったよ、ね、うん、私たちなんかより完璧だったもんね、うん、なんか反省したもん私、普通にパソコンの前で。でもさすがね、やっぱ普段こう私たちの曲をね撮ってくださってるっていうことで、うん、やっぱ音楽に触れてる回数はね私たちなんかよりもずっと多いでしょうから、うん、やっぱそう考えると、そうですよ、もうね、フライングドッグで日々、素敵な曲を、皆さんにこうね宣伝し続けている山下さんの曲紹介たるや、さぞかし、ああ素敵だね。あれ？あれ聞こえない？聞こえない。あれあれどうしました？大丈夫、あの、どうしました？大丈夫、大丈夫ですか？ねえ、みんな楽しみだね。勉強させていただきます。なのでぜひ山下さんの曲紹介もお楽しみに、はい、というわけで、ローダンスで夢色パレードでした。今日は山下さんと一緒に番組をお送りしておりますが、リスナーの皆さんはきっとどんなことしてる、あ、間違えた、うんうん、どんなことしてる人なんだろう。誰の代表なのか。今何を間違えたの。女の子もいるんだぞ。本当よ。どんなことしてる人なんだろうって思ってるはず。みんなをちょっとアホな人だと思ってるでしょ。本当だよ。思ってな、思ってな。ペテルに謝れ。ごめん。軽いだけで。
い、山下さん、はい、普段どんなお仕事してる人なんですか？普段はですね、まあ、あの宣伝プロモーターって名前がついてるんですけど、はい、いわゆるフラッグドッグの宣伝部に所属してるんですね。ほう、フラッグドッグっていうのは、はい、前回出てきたあの佐藤くんのように、はい、制作部があって、で我々みたいな宣伝部があるのね、はい、で宣伝部っていうのはその制作部が作ってくれた商品とかを、はい、あのもう本当その名の通り宣伝するんですよ。テレビの CM に載っけるように CM を作ったり、雑誌の広告をデザインして、はい、あデザイナーはいるけどね、はい、デザインして、はい、あの載っけてったり、あとほら皆さんでやってもらったあの声優誌とかに、はい、なんかこう取材を入れたりとか、はいはい、まあ宣伝です。だからもう言葉の通りで他にちょっと言いようが難しいんだけど、宣伝、みんながイメージしてる通りかな。あ、でもいつもこう佐藤さんと一緒に、うん、あの現場にいらしてくださってるっていうイメージがあったので、うんうん、なんかこう細かくその佐藤さんと山下さんのお仕事の違いってなんだろうってなんか漠然と思ってたんですけど、ね、でも全然じゃあ今の話聞くと違うんですね。またそうだね、役割は違うんだけど、うん、ただそうね、金モザの現場は割とほらアットホームだから、うん、常にみんな一緒にいるみたいな感じですかね。なんかいつもいつもとにかく温かく見守ってくださっているっていう感じだったから、本当にだから今こうやってあそういう風に具体的なこうお仕事されてるんだっていうのが今ねこうやって分かりつつあるけど、2年の時を経てね、そうそうそう、本当にだからもうお父さんっていう。大丈夫だよ、コンビニでみんなにご飯買ってあげてるだけじゃないから。それはダメですよ。セールチキだけじゃないの。チキ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 だけじゃなくて。いやでも本当に実際、なんか私山下さんみたいな人になりたいの。あ、山下さんみたいなお父さんが欲しいのかな。山下さんみたいになりたいんだね。そう、もう穏やかで、いつも温かな目で見守ってくださるから、金モザの現場に山下さんいてくださって幸せと思って。もう安心感が半端ない。こういうのってなんかこう、俺やりますみたいな感じなんですか？そこはねちょっといろいろ大人の事情があるから、じゃんけんそれどこが大人の事情なんだろう。困った時じゃんけんみたいな。一応会社だからね、フラグドッグってね。おいおい、あの手挙げるっていうのとはちょっと違うかな。やっぱお仕事なんで、やっぱこうクールごとにいろんな作品があるから、うん、その作品ごとに、はい、まあ、担当のあの佐藤くんみたいな制作の人間が誰だってハマって、はい、で、まあ、その、まあ、相性みたいなのもちょっとあったりするのかなと。どっかその現場のね、はい、やっぱ前回からの流れを組んだ作品でどうしてもやり続けなきゃいけない宣伝の人とかもいるじゃない、うんうん、大きいシリーズとかになっちゃうと、はいはいはい、そうするとやっぱり人数が限られてるから、こう空いたところでじゃあ今この人が作品が何本だからじゃあここやってもらおうとかね、そういういろんな事情があるわけです、部長とか社長が考える。でも僕はやっぱねここに、金モザにはめてもらえてすごく幸せでしたね。実際山下さんは、うん、こうやってローダンセの本当にもう、ね、うん、生みの親っていう感じじゃないですか、実際その時から今、こうして3年目になるのかな。オーディションより前の時から、いや、それは噂は分かってたんだけど、うん、実際本当にだってみんなに初めて会ったのはあのイベントの時発表の、あ、じゃあそこがあのリアルに皆さんに対面したのはね。最初の印象って覚えてますか？最初はでもほらあれバタバタでみんな、はい、すぐ次から次の出番に行っちゃって、いろんなステージが、ね、ありましたからね。だからもうあこの5人なんだって思いながら見守ってただけ、はい、ごめんなさい。印象変わったりしました？でも全体的な印象は変わってないかな、みんなそのまんまな感じするよ。山下さんから見たローダンセってちょっと今ここで聞くのこそばゆい何かがあるんですけど、どんなユニットですか？いやでもね、なんかあんまり褒める言葉ばっかり言うのもあれだけど、褒められるぞ。僕は今まで担当した中では本当にこの5人の仲良しのこう感じっていうのがすごく僕の力になってます。やったー、嬉しい。なおちゃん、みんなタネちゃん聞いてるか？
ここに来てもええんやで来ちゃうかもなかなかこうやって直接、ね、改めてこうユニットに関して作品に関してっていう風に ね、お話を伺う機会そんなにないから、いや私たちとしても本当にね前回、まあ、以前のね佐藤さんの時みたいな感じだけど、本当に貴重な機会だもん ね、確かにこそばゆいね、そうなのなんか面と向かってさそういう風にねなんか褒めていただいたりとかそう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 、だっていろんな取材とかやってもみんな褒めてるもん、やっぱ特に僕らよりも取材の人っていろんな人と対面してるから、いや本当にだからみんなが帰った後に、はい、本当にこの5人はすごいねって大体どの人も言う、ペタルのみんな決めるんだぞいいかツイッターに書くんだぞ、バカな実はすごいんだぞ後ろはすごいんだぞでもそうだ、あれずっと聞きたかったんですけど、ローダンスってどうやって思いついたというか、これはねなんかあの逆に佐藤くんがネーミング悩んでて、だって、まあ、最初金髪少女、そうあったあった応援隊みたいな、そう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 、いわゆる金髪同盟的な名前がいっぱい出てきたんだけど、ありました、それはちょっと原作のねいくらなんでも原先生がね、それはちょっと申し訳ないなみたいな、で佐藤くんもすごく悩んでいて、ですごく相談最初から受けてて、なんかいい名前があったらって言ってたら、僕ちょっと自分の家で花とかちょっと育てたりとかするのね、どこ住みですか、どこ住みですか、プライバシーじゃなくて奥さんの名前はちょっとやめたくて聞きたかった、どんどん話がずれるだろ奥さんの名前も聞きたいけど気になるけど、そうなの、そんでね、あのローダンスを育てたことがあったの、本当に実際にですか、実際に、すごくない、ローダンスってドライフラワーにしやすい花なの、で本当にしてたことがあって、で花の名前がいいかなってすごく、それは最初から佐藤くんとも言ってて、で思ってたんだけど、まあ、ちょっと金髪から花出ようよっつって、でなんかみんなを見た時に、まあ、あと花ってちょっと思い浮かんで、でそのローダンセっていう花のことをすぐ思い出して、であれなの、アリスがかんざしをしてて、でもうこれはもう皆さん知ってると思うけど、ローダンセって花かんざしっていう名前なのね、あーそうでしたね、そのことを知ってたから、山下さんこ これ奇跡だったの、本当に半端ない知識と知識のたるや、だから山下さんがいらっしゃらなかったら、金髪少女だったかもしれないってことでしょ、金髪少女応援隊クソダサいクソダサいよだったローダンセって言えるねえ、でもそんなお花の妖名と和名を一緒に知ってる、融合させて、しかも花言葉は変わらぬ絆だぜ、素晴らしい、もうできすぎてるって思っちゃうぐらいさ、そうだからそういう意味でもね、なんかミラクルだったんだよ、いや運命を感じます、でそこにみんながね、みんなのアイデアで記号をつけてもらって、アスタリスク、これがまた良かったね、そうですね、実際確かこれ話してた時ってちょうどジャンピングのオケレコ、お見学させてもらってる時だったと思う、そうだった、なんかいい案あるみたいなのに聞かれて、みんなみたいな、ね、で候補でローダンセってあるんだけどどう、って言われて、いろいろその意味とか教えてもらって、みんなあいいじゃんってなって、ね、意味を知ってね、より素敵ってなったもんね、でなんかこう表記的に後ろにそのアスタリスクつけるみたいな、でさっきのね、あの打ち合わせの時に教えてもらったんだけど、こう表示される時は極力アスタリスクのこの花びらみたいなね、5つの花びらにしてもらうように、こうフォントとかを工夫してるって言われて、だからなんか星マークにパッと見えたりするあれなんだよね、そうですそうです、そうだ、6枚じゃなくてね、5枚なんだよね、5枚なんだね、そう、そういうところでも愛を感じます ね、だってこの正直言ったらもうラジオの台本ですらもう、ちゃんとローダンスのところはね、5枚にしてくださってるんですよ、いやさん、ありがとうありがとういやすごい、なんか今日こんなに ね今だからこそ話せる、山下さんがいるからこそ聞けたお話っていう、綺麗、なラジオだ、逆に素晴らしい、なんで2年あって私たち聞かなかっただって照れくさいじゃん、ね、なんか本当に家族みたいな感じじゃないだから、それこそ ね改めて聞くのが ね、そうそうそうということで、まあ、そんなローダンセなんですけれども、兄様にね決まります ね、決まりましたね、私たちはもう散々ね、兄様に出れて嬉しいっていうところをいろんなところでお話しましたけど、山下さんはちなみに私たちが兄様に出演できるとなった時は、いやもうもちろん嬉しかったし、ねえ、なんか1年目は
ね、なかなかあの出してあげられないっていうのもあったからごめんねと思いながら、いやそんな出してあげるなんていう言葉自体おこがましい。いやこれもでも、これも制作の佐藤君も頑張って、ずっと出たいと言い続け、やっぱ言い続けたもん勝ちだね。やっぱり言ってるとこ夢は叶っていくというかね。う、まあ、あとはみんながやっぱ頑張ってくれたからですよ。キモザがやっぱヒットねしてみんなに認知されて、やっぱローダンセっていうグループ名もやっぱ浸透してきてるわけじゃないですか。嬉しいことですね、本当にこう応援してくださってる方々がやっぱりどんどんその金モダの輪がこう広がっていくと同時にローダンセの輪もこう広がっていってるんだなっていう風にすごく感じるので、いやそういうきっかけを ね与えてくださった本当に山下さんをはじめとするスタッフさんにも本当に感謝ですし、ね、えおがんどくここで、うん、見えないけど、ね、ありがたや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 ってやってましたね。はい、ということで本当に今回はすごく貴重な回になったと思うんで、皆さんも ねはい、この貴重な話が来てよかったんじゃないかなと思います。はい、山下さんにいろいろとお話を聞いてみました。それではここでなんと1曲をこれをもしやいただきたいと思うんですけれども、これは来るぞ来るぞ誰が誰がここで山下さん曲紹介お願いします。はい、ですね、6月の17日にサントラが発売してこの中収録されてるんですが、テレビの10話で流れた曲なんですよね、うん、でやっぱりなかなかあの回以外で聴かせるチャンスがちょっと今のところなかったんで、今日はかけさせてもらおうかと思ってます。ローダンセの曲できらめき色サマーレインボーです。言い方変えただけだ。というわけで、今回初披露と言いますかね、ラジオの中では。そうですね。きらめき色サマーレインボー。はい、これが、サウンドブックに、なんと、はい、第3弾いただきましたけれども。いわゆるサントラ版としての3枚目ですね、まあはい、タイトルはね、ハローになっちゃったけど、はい、キーノモザイクのシリーズとしての、はい、3枚目のサウンドトラックアルバム、はい、待ってました。川田瑠香さん、ね、だって私たちこれの収録中見てたもんね。そう3人だったんだよね、うん、そう、BGM というかね、サントラの収録中オケを取ってるよね。そうなんです。これもまた本当に貴重な経験だったよね。涙出るかと思った。なんかこう壁一枚隔てた向こう側でプロの方たちが金モザの曲を演奏しているかと思うと、ねえいろんなとこで言っちゃってますけど、あれ本当に楽譜そのまま初見でもあれだけ弾けちゃうんですね。皆さんミュージシャンの人とかオーケストラなんかもそうだけど、
まあ、当たり前なのかもしれないけど、そうなの、みんなびっくりするけど、初見で弾けるのが基本当たり前というか、でただもちろんその何回かはタイミングとかね、全員のタイミングとか、そのニュアンスっていうところでもちろん取ったりはするけど、基本は渡されたらまずは弾けるっていうのがプロで、あ、私たちもレコーディング前にどんだけ聞いてる、どんだけ練習してる、それなのに苦戦しながら撮ってる。ね、歌はまたいろんな感情のこう、ね、いろんなこう、ね、色の付け方があるので、それは全然大丈夫なんですよ。でもやっぱり基本このキモゼの曲は、うん、この曲は特にだけど、ノリノリでやっぱ楽しく歌うっていうのが ね、 そうだね、前提に歌わせていただいてたので、うん、本当にこの曲はノリノリだったね、みんな頑張り使ったしね。そうだね。そうそうそう、私たちもどっかでね、これを披露できる機会があったらいいなと思いつつ、はい、はいはい、聴いていただきましたのは、ね、きらめき色サマーレインボーでした。ローガンゼのおしゃべりモザイク。はい、それではペタルの皆さんから届いたメールをご紹介していきますよ。ペタル、そしてはまず1枚目、せいちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。皆さん、ヘロー、こんにちは。お、山下さんもバッチリですね。はい、9月20日に行われるイベントの名称が金色モザイクフェスタ2と発表されましたね。おう、うんうん、あ、そうなんだ、そうなんだ、んうんうんって言って、ん、9月20日のイベントの名前が金色モザイクフェスタ2なんだって。へぇこらこらこら、なんでペタルさんに教えてもらったの。いや、優秀だペタル、せいちゃん教えてくれてありがとう。せいちゃんありがとう。いや、うちのペタルはほんと優秀。さすがうちのペタルだな、うん、出演者の欄にロードじゃないんだから出演者の欄にね、はいはい、ロー男性全員の名前があってほっと一安心です。よかったよかったよかった。これで誰か欠けていたら大変ですもん、ね、笑えない笑えない、本当にね、そこ心配するのおかしいよね。おかしいよね、金もザフェスタなのに、気が早いですが、一体どんなイベントにしたいですか。まだ詳細は決まっていないと思うので、うん、意見を言っておけば実現するかもしれませんよ、といただきました。綺麗なメール、ねえ、うん、私たちの声を促してくださってる感じが ね、 ね、ありがたや、ありがとう、せいちゃん。そっか、9月20日か、うん、そうですね、確かに何も聞いてない、何もね、うん、今でもまさに考えてるというか企画段階みたいなお話だったもんね。そうだね、うん、なんだろう、でもやっぱりあのほら前にね、うん、こたつに入ってさ、うん、みんなでトークしたイベントあったじゃない、うん、年末ですね。そう、うん、あの時に結構お客さんを交えて、うん、お客さんも一緒にこう企画として参加してもらった、うん、あのゲームコーナーがあったじゃないですか、うん、いろいろ変装してもらったりとか、はい、ああいうのまたやりたいなと。あれはとっても楽しかったです。いや、もうこっち側もめっちゃ楽しかった、ね、楽しかったね、お客さんもみんなニコニコしてたもんね。うん、いや、優しいよ、だってあの不思議な被り物。言葉を選びましたけど今。そうだね、そうね、わかるわよ。いや、でもね、みんなこうバレないように一生懸命変装してくれてね。そうそうそう、楽しかったんで。でも9月でしょ、うん、はい、はい、あ、はいはい、あの浴衣着て、あー、浴衣、浴衣棒踊りしたい。棒踊り、あ、みんなで棒踊るか、え、みんなでこう一列にこう、私たちはあのなんかお立ち台じゃなくて、あの上の方でこう太鼓叩くところで太鼓叩きたい、ね、太鼓叩こうかやりたい、ね、変わる変わる、こう私たちは叩こ、太鼓叩いて、叩いて、で周りでみんなが踊ってもらって。そうだ、ニキはだってお祭り会なかったもんね。確かに、うん、わたあめ食べたい、わたあめ、うわー、出店出すか、うん、でもあの仕事やで、嘘やん、嘘やんって言わない、おい、そう、あと、そういうのいいな、うん、他力本願ですけど、あの何金もザフェスタ最初の時はさ、西新井でやってさ、うん、あのすごい驚かせてくれたじゃない、サプライズがあったじゃない。だからなんかもしかしてあの、まあ、何を言う気だ、わーってなるじゃないかなって、サプライズの、サプライズを言っとけば、おねだりでも、あの言っとくけど本当のことしかやっちゃダメだから、ね、確かにね、喜ばせたい一心で嘘ついちゃダメだから、ね、そうだね、床喜びモザイク上映みたいな、そうそうそう、急にそうそうそう、私たち信じちゃうからね。じゃ、やっぱいいや、あ、はい、あ、
逆にさ、なんかペタルのみんなからこれしてほしいとかっていうのもなんかそうだよね、せっかくだからね、聞きたいよね、うん、本当に実現できるかどうかはね、まだわからないけれども、うんうん、案としてはね、時間あるし、ぜひぜひ送ってください、うん、はい、そして次のメールは、はい、ぜひ山下さん、はい、読んでください、お願いします、はい、これはお名前から読むんですね、ミニさん、ニニさん、言いにくかった、ごめんなさい、ニニさんだった、ニニさん、ニニさん、 NINY です、はい、ローダンセの皆さん、ハロー、こんにちは、皆さん仲が良くて楽しそうで、そんな雰囲気が大好きで、いつも元気をもらっています。移動中はいつもラジオを聞くんですが、面白すぎて必ず笑ってしまいます。いろいろ試しましたが、笑いをこらえる方法が見つかりません。お、試さなくていい。皆さんは笑ってはいけない状況でおかしくなってしまった場合、どうやって我慢しますか、または笑っちゃいますか、ぜひ教えてくださいとのことです。あ、でもすごい綺麗に読まれますね。確かに、すごい内容も伝わってきました、ね、落ち着く、はい、よかった。なんかもうニニさんが山下さんなんじゃないかみたいな。ニニさんイコール山下さんもしかしてみたいな人なんだろうな。あ、嘘。違います、ちゃんとニニさんが送ってくれたらしいです。嬉しいですね、聞いてくださってて。いやでも笑っちゃいけない現場、やっぱアフレコ現場はね、いっぱいあったね。そういえばいっぱいありましたよ。うん、どうしてた。いやもうただただこらえるしかないよね、本当に。あ、でも我々は一回テストをするから、テストの時は正直こうこらえきれずにブフみたいな、そうそう、大いにね、うん、入ってるんだよね、うん、そこでこうなるべく自分のまあ体を慣らしておきつつ、そうそう、心の準備をね、そう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 、でもね、やっぱ今でもやっぱ笑いそうになっちゃうことやっぱありますよね。うん、うん、でもやっぱ音出しちゃいけないからね。そうだね、うん、なんかつい最近金モザの秋葉原で、はいはい、鬼畜こけし一日店長、お、店長やってたね、降臨してやってたんだけど、うん、その時はなんか、うん、メイクしてもらうスペースのすぐそばに、うん、会場があったから、うん、なんかお客さんが入ったら、うん、そうそうそう、もう絶対声を補足すると、イベント会場と控え室が薄い壁一枚しかないから、お客さんが入場した後は静かにしてくださいって言われるんです、控え室にいる人。そうなんですよ、確かになんか5人でイベントやった時も時々そういうのあったね、うんうん、そう、それで、うん、メイクさんに最後のなんか仕上げみたいなやってもらってる時にちょうどお客さんが入ってきて、うん、なんか絶対しゃべっちゃいけないっていう か、うん、なんかね、声を出しちゃいけないのに、うん、なんかそういう状況ほど面白くなってきちゃって、なんかツボにはまっちゃうんだよね。そうで、直前までそのメイクさんと、うん、あれの話をしてたの、なんかお笑い芸人さんの話をしてて、うん、野生爆弾の話をしてたのね、私大好きな。で、はいはいはい、で余計そのネタを思い出して、うん、なんか私がフンって笑ったらメイクさんも一緒にフンって笑って、二人でダメですよ笑っちゃうみたいな、聞こえちゃうからダメダメみたいなこと言いながら、でも結局なんか思い出してアハハみたいなことを笑ったら、うんうん、後でなんかお客さんが、うん、声聞こえてます、聞こえてる。いや、にしちゃんの声は響くからね。人よりもね、なんていうの、トーンがね高いから。そう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 、でまたそのにしちゃんのなんか笑い袋とかあったら絶対つられて笑える自信あるもん、ね。うん、にしちゃんの笑ってる声ってでも幸せになれるからいいよ ね、うん、ね、なんかね、やっぱ笑い袋出した方がいいよ。どうしよう、解決になってないんだけど。でもしょうがない、それはもう人間の現象です、うん、やっぱ自然のね。そうです、うん、だってほらあったでしょ、修学旅行の夜とかさ、うん、先生が見回りに来るから絶対になんかおしゃべりしちゃいけないのに、うんうんうん、そういう時ほどなんかみんなでみたいな、わかるわかるみたいな、うんうんうん、結構ねしょうもないことで笑っちゃったりするんだよね、そういう時ってね。そうね、なんか人類だけに許された感情だもんね。そう。聞いたくない、エコーかけてください、エコーお願いします。え、今の何ですか。人類だけに許された感情だからね。ありがとうございます。かかってましたね。ありがとうございます。素晴らしい、今日の名言出ました。すごい、もう私将来山下さんになる。これ今後ちょっとイベントで使っていこう。いやいやいや、人類だけに許された。そうだよ、みんな絶対笑顔なんだよ。そうですよ、うん、だからこのニニさんもラジオを聞いてて、電車の中でとかかな、うん、なんかついふんって笑っちゃった時に、うん、周りを見て誰かと目があったら、うん、その人に対してニコって笑えばいいんだよ。そうすごい、なぜならニニさんは人類だからね。話が重い。あなたは人間だから。そう、はい、何の心配もない。解決しました、はい。まあでもね、またぜひメール送ってきてくださいね。ありがとう。はい、続いてこちら、イタルさんからです。はい、ありがとうございます。ローダンスの皆さん、ハロー、こんにちは。なんちゅうタイミングでお茶を飲むの。ごめんなさい、しかも今ちょっとハローって言いかけないでしょ。
もう慣れてください。はい、ラジオ、毎回楽しく拝聴させていただいております。先日友人と待ち合わせて、渋谷丸井で開催されていた金モザ限定ショップキラキラショップに行ってきました。何ですって。お、友人と展示を見ながら話していると横から聞き覚えのある声が。誰誰、しらじらしい。恐る恐るそちらを見るとなんとローダンスの皆さんではありませんか。めんどくせえ。思わぬ事態に頭がパニック状態になった我々に対して皆さんは大変温かく話しかけてくださり、私は本当に天にも昇る気持ちでした。すごいじゃん。メール進まないから。続けてどうぞ。さらに私は数日前に誕生日を迎えていたのですが、友人のとっさの発案でローダンスの皆様に祝っていただくという最高のプレゼントが。もともと信頼のおける友人でしたが、この件で彼をさらに見直しました。彼こそまさにマイベストフレンド、ひとみかっこ S、 まあね、置いといたからね。なるほどね。ですと、はい、皆様、ショップをゆっくりご堪能されたかったと思いますが、お邪魔してしまいすみませんでした。いえいえ、とんでもございません。そしてご丁寧に接していただき本当にありがとうございましたといただきました。こちらこそご丁寧にありがとうございます。いや実はね、はい、そう私たち、ローダンス5人で待ち合わせをしまして、ある日ね、金色の細工の、フェアをね、やってるということを聞きつけて、行ってきました、夜に。もうだってそこでお店がね開かれるってなった時点でもう絶対行きたいと思ってたもんね。そう、で、みんなで行ったんだけど、そこでねちらほらとお客さんもいたから、そうおとなしくねしようと思ってたんだけど、なんか私だけその日なんかちょっとね、あのそうなんですよ、ちょっと待ち合わせをねみんなでしていこうっていう話をもともとしてたんですよ、駅とかでね。なんだけど、にしちゃんは、ちょっと遅れるかもしれないから先に行っててって言われて、でお店で直接合流するねっていう話をしてたんですもともと。でもなんだかんだ私たち駅で待ち合わせしたものの、結局そこで結構長いことお話ししちゃってたので、結局にしちゃんの方が先にお店に着いちゃったんだよね。そうなの、なんかね、あそこで原宿で降りてタクシー捕まえた方が渋谷の丸井は早いと思って、でタクシーっつって原宿駅で1メーターで行って、でわーって上がってって、で丸井のその金モザフェアのとこバーって行ったら誰もいなくてすいませんでした。一回行ったんだ。行ったのそしたらなんかお客さんがお店の中にいると思ってるもんね。でなんか私のことを知ってる人がいたから、お客さんでね、だからなんかおーみたいな、向こうがびっくりしてたから、お客さんですからびっくりしますよ。でも私がもうパニクってて、だからねえ、ここにローダンスは来てませんか。聞いたの。そしたら、来てませんけど。そりゃそうだよ、来てないけど。でもそれでお客さん思うよね。そう、っていうことは来んのみたいな。もうそう、だから来てないんで、ありがとう、じゃあねバイバイってバーって行って、お客さん飛んだ。で丸井の前でみんなを待って、でみんなと合流して上がってったっていう。そう、だからなんか合流してごめんねなんていう感じでね、にしちゃんと合流したら、にしちゃんからごめんねみたいな、こっちこそごめんって。パニックってさ、ローダンス来てますかとか言っちゃった。そう、静かに行くつもりだった。もうこれは堂々と言ってやろうぜ。本当に。そしたらイタルさんもね、皆さんもすごい本当優しかったね。だって私たちの集合写真撮ってくれたから。本当にスタッフさんかって、マネージャーでもないのに。あれですよね、後ろのポップもちゃんと写った方がいいですよね。どんな扱いを、大事なペタルの。本当ですよ、もう皆さんもね、その金モザのいろんなパネルとかがこう展示されてるから、それを目的に行ったはずなのに、私たちの写真を撮る羽目になってしまって、本当コキ使ってしまって申し訳ないんですけど。すいませんでした。嬉しかったでしょう、それはですかね。おかげさまでいい思い出に本当になりましたね。みんなでね、グッズをいっぱい買って、そうで、なんか何円以上するとくじ引きができるみたいなのあったんですよ。ガラガラゴロゴロができる、ガラガラゴロゴロってっていうのがあって、みんなその金額に達するまで買い物をするっていう。そう、その姿をめっちゃファンの人に見られてる。ペタルの人に見られてる。そう、だからあまりにも出ないから、そのペタルの人も、僕のありますけど。いや、そんなダメですダメです
ですって言ってね、はい、お恥ずかしいところそうなんです、そんなところも含めてね応援してくださってるから本当に優しい方々です、本当にね、はい、本当にありがとうございました。嬉しい思い出でした、はい、そう、丸井のショップはもう終わっちゃってるみたいですけど、うんうん、いろんなところで金もぞグッズ売ってるので、はい、ぜひ見てみてください、はい、皆さんからのメールをご紹介しました。瞳閉じれば君の歌うメロディー聞こえるはず。それではここで一曲聴いていただきましょう、ね、この曲はですね、うん、もう私の父も母も、うん、とっても大好きな曲になっております、ライブもね見せていただきましたね、うん、ということで聴いていただきましょう、ローダーゼでマイベストフレンズ。木漏れ日の揺れる芝生に佇む後ろ髪がなびく、いつもと変わらないこの場所で今もうねダメですね、やっぱこう曲が流れると勝手にやっぱ体が動き始めるっていうね、そうなんですよ、今ねこれ撮ってる時点で、はい、あれなんですけど、はい、あ今の足でちょっと西さん西さんしかもさダメだって言っちゃうからね、もう編集で作んないよこれ、あのピーピーかな、ピー、あなるほどね、ピーだね、そうそう、これからねあのまた披露していく機会もね あると思うからね、それをかけてね頑張っていただけない、まあまあまあ、まあ、話したいことあるのよそう、あのそうよ、私たちあれですからね、本当に散々ローダンスお世話になっております、はい、中塚さんのライブに行ってきました。そうですよ、行ってきました。いやすごく素敵だった。しかもこれ5人だと、行動できなかった、あのフライングドッグの佐藤さん、山下さんが連れてってくれました。そうなんです、ありがとうございます、本当にお世話になりました、もうかっこよかったね、かっこよかったです、本当になぜか、あの私たちローダンスほぼ全員中塚さんのことをすごいあのダンディーなナイスミドルおじさまみたいな、そうロマンスグレーの白髪、そうそう白髪の似合うみたいな、うんうん、あジャズだから、はい、60代ぐらい、単純な解釈で、おじいさまだと思ってたら全然違ったです、めっちゃ若かったね、すごい素敵な方でしたね、才能あふれるねライブだったね、いやでそこでしかもね、うん、ヨアボイスが聞けるなんて、そうヨアボイス流れた瞬間私たちキャーってなねでもそんな雰囲気じゃないわけよね、お店はね、ジャジーなね素敵なところだから、しかもちょっとこう会食というかご飯食べながら見れるようなね、うん、おしゃれなジャズの流れるお店だったので、うん、でも佐藤さんにこうシーッって言われて怒られちゃう、でもやっぱ体が動いちゃうんですよみたいなね、そうそうそう、はい、そんな中でしたけれども、いや本当に素敵な方に、うん、私たちは音楽を、ね、作っていただいてるんだなっていうのを改めて感じることができましたね、はい、本当にありがとうございましたということで、お聴きいただきましたのはローダンゼでマイベストフレンズでした。素晴らしい、はい、ということで終わりの時間になりましたよ、西ちゃん見失わないでゆみちゃんすごい、いやゆみと一緒にラジオやるときはねもう全部気が抜けてるいや私は今日でも最近だってね、西ちゃんとマナミいるから私別にそんな喋らなくても、いやめっちゃ喋ってる、めっちゃ喋ってる、一番率先して喋ってるよ、
いや黙るわちょっと。いや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 ダメだ、回らなくなっちゃう。いやいやいや、何を言うか。あの、私たち黙らないといけない時間が来ました。そうです。そうですね。なんと冒頭で、はい、重大なねお知らせがあると言いましたけれども、はい、これを山下さんの口から、はい、ぜひとも、告知していただきたいと思います。はい、はい、皆様お待たせしました。はい、ローダンセのですね、ファーストフルアルバムが9月の2日に出ることになりました。イエーイ、アルバムだと。ついに出せますね。やばい、フルアルバム、ファーストフルアルバム、ね、やばっ。うん、そしてその名もファーストモード。おー、ファーストモード、わかる、みんなちゃんと英語表記だからね。ファーストのモードだからね。そう、しかもね、真ん中にアスタリスクも入ってるんですよね。すごいね、アルバムって、うん、ねえ、なんかアーティストって感じがよりしますね、なんか、アーティストですよね。いやー、皆さんこんばんは、ローダンスです。それなんちゃら TV じゃないですか。出ちゃうかも。嬉しい。いや、嬉しいですね。冒頭にちょっとお知らせあるよって言ったきり、うん、一切触れずにやってきましたけど、はい、そうです、アルバムが出ることになりました。嬉しいね。しかも、はい、なんと通常版と初回限定版とあって、そうです、うん、なんと初回限定版の方にはボーナスディスクとして2枚組になってます。はい、初回版はで、あの新曲もいろいろ入りますので、まだね、ちょっと今日の段階では詳しくお伝えできないけど、あの新曲がありますので、はい、もうぜひぜひ皆さん楽しみにしてほしいなと。ローダンセとして本当にたくさん素敵な曲を今まで歌わせていただいているので、これがどういう形でね、こうアルバムの中に入っていくのかっていうのもね、すごい気になるし、またさらにね新曲ということで、はい、これレコーディングとかもこれから、まあ徐々に徐々にやっていく感じになるんでしょうけれども、9月発売だから、これはね、歌わねばね。えいや、でも本当に全て本当に毎回素敵な曲ばかりなんで、きっとその新曲もね、すごく素敵な曲になること間違いなしだと思いますので、ぜひぜひお楽しみにしていただきたいなと思いますね。わかりましたか、初回限定版ですよ。初回限定版のみに新曲入ってますから。あ、そういうことか。そういうことです。違う、新曲はアルバム自体にもちゃんと入ってて。あ、入ってるの、うん、で、さらにボーナスディスク、ボーナスディスク、これはね、はい、本当にまだ言えない、次の情報待ちしてください。なんだよ、ボーダンスディスクって。うちらそのローダンスなのに知らないからね。そう、まあ、すごいドキドキしてる。なるほど、ね、でも初回限定版を買ってて損はないということですよ。そう、絶対ない、絶対ない。みんなの曲が聴きたければボーナスディスクを絶対ゲットしなければいけない。あ、私たちもゲットしよう。楽しいことまだまだいっぱいあります。はい、いや、ぜひ楽しみにしててください。はい、この番組では皆さんからのお便りを募集中です。はい、ラジオサポーターズクラブのホームページのメッセージのところをクリックですよ。はい、ウェブラジオへのお便りからメッセージをお送りください。お待ちしております。はい、では最後に次回の言葉を読みに行きたいと思います。よいしょ、気になる。じゃあこれを人数のボールを出すので、ね、はい、最初に、はい、いきます。これ2人。おお、なんか一気に減る ね、 減るね。今日4人なのに、なんか確かに心細くなっちゃう、うん、そうだね。なんだろう、別に自分が選ばれたわけでもないのに今心細くなってる。頑張ってね、次2人。誰だろう。はい、じゃあ次、じゃあまなみ引く。お、行きます。はい、よいしょ。これで1人目は、お、あ、私でーす。おー、まなみ、イエーイ。そして2人目は、じゃあ私が引こうか。なおちゃん、キープツイン、イエーイ。そうだ、何気になおちゃんとやってないです。なんかさ、二人の組み合わせがさ、なんかこう自分たちの中で当たり前みたいなところがあるからか、なんかついつい見落としてたけど、うん、そっか、ラジオで二人で喋るっていうのは初めてじゃん。そうだね、初めてだ。ね、あの、ゼップで行われたあのライブの時に散々あれで二人で話してね、盛り上げてくれたわけだから。そうだね、これはもう二人もなんか、うん、その金髪インズで、うん、普段一緒にいる姿ってよく見てるから、見てる見てる、なんか
うちらにとってはそんな新鮮味はないけれども、うん、新鮮味は言い方あ、ごめん褒めてんのかけなしていや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 、なんか普段通りのその2人の会話を、うんうん、2人組って感じ、そう、うん、それをラジオでね、みんなの前でおしゃべりできるっていうのはう、ね、なんかいいんじゃないかな、うん、多分2人の組み合わせ好きな人もきっと多いと思うね、うん、多いと思う、うん、私なんか聞きたいもん、超何何あの、なんだっけなんとかふんふんふんのやつごめん、全然僕聞きたいと思ってないでしょなんとかふんふんのいい感じのやつ、金木犀銀木犀、あー あれ二人のやつ、キャラソンね、そういうことね、ぜひとも次のラジオで流してほしい、あーでも、うん、ありだよね、そういうのもね、高男性としての曲だし、難しいの曲、いいんじゃないですか、どうでしょうか ねちょっと楽しみに、ね、しててください、ちょっと新鮮味がないかもしれませんけど、いやそんなことないよ、2人ならではのねきっと空気感にもなるでしょうから、ラムちゃんがいるから安心です、楽しみにしててください、はい、はい、というわけで今日いかがでしたか皆様、てか山下さんどうでした、そう、いやなんかね助けてもらいましたね、皆さんね、いや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 、もう特にあのゆみちゃんありがとうございます、いや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 、ゆみちゃんにはありがとうごめんごめん、いや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 、いやでも私たちからしたらね、本当に山下さんにしか聞けないお話がたくさんあったので、すごく貴重な経験だったと思いますし、あのキタペダルの皆さんもね、あの今まで知らなかったこともいっぱい聞けたと思うんで、なんかそれを踏まえた上でよりローダンスのことも知っていただけたんじゃないかなと思いますね、はい、ありがとうございました。でもねまだくじ引きですから言うても、もしかしたらまた山下さんの名前を引く機会があるかもしれませんから、ぜひまた名言を、人類だけに許された笑顔はね、笑顔はそれに引き続く、そうですよ、それを超えるまたね、ずっと忘れない、ね、刻んでいきましょう、セカンドアルバムそれの名前でいいんじゃないの、人類だいきなりなもん、しかもちょっと重みがまたね、笑顔は人類だけに許されたものだ、ファーストモードの次がコンセプトが変わってくると思うんですよはい、でもまたね本当に今回だけと言わず、また機会がありましたら、はい、ぜひよろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました、それでは皆さん次回もお楽しみに、お相手はローダンスの西飛鳥と内山由美と田中真奈美とフライングドッグの宣伝プロモーター山下でした、せーの、バイバイ。